手を引いてユニットターンしたらアーポジション、ユニットターン、ロッキングポジション、コンタクト、フォロー。基本ね、5つの基礎パーポジション2番目ユニットターン前の方に重心を持ってトリプルエクステンションね、くるぶし、膝、股関節が同時に揺れる状態です。そこからユニットターン、体の前、手を引いてユニットターンしたら引きすぎやんっていうのを言ってたりだから手は引かないの、ラケットは前に置いたままユニットターン、手を引かないことね。焦ったらこうなっちゃうからしっかり体の前で、そこからロッキングポジション、右に過ぎるとラケットヘッド落ちんやん、だからスピンかからんやん、だから、まあ、ユニットターンの時にアップダウンって言って、握り過ぎなければラケットヘッド十分下がりやすいから、下から上にフォロースルーに向かって加速しやすくなるんですよ。だから大体まあ 30% から 40% ぐらいの力でスタートできるように、発射できるようにイメージして体を前に戻す。アーポジション、ユニットターン、ロッキングポジション、コンタクト、フォロースルーね。はい、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 5回、3球集めてきて、はい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 、5回、3球集めてきて、はい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 、交代、まっすぐね、まっすぐ、はい、はい、はい、OK、はい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 、OK、もうちょっと素早くしてみて、はい、はい、まずご写真、はい、交代、はい、はい。はい、はい、今取れてる、はい、どうだ、はい、はい、はい、あと最近ね、寒くてさ、勝手に録画が終わって